じゃあ今度はあの機材中じゃなくなった俺がじゃあどんなのなっていう話なんだけど、もうね今ねプレイテックってやっぱすごいなっていう、はいはい、サウンドハウスサウンドハウスが最近さちゃんとクラッシュとかさこうシンバルをちゃんと出し始めて、その音質結構良くないみたいな噂があって、そうそう、でまあそういうのをちょっと俺買い集めてて、でまずはねこれあの前の頃、今さプレイテックなんだけど、今プレイテックになってるんだけど、前の頃から使ってる10インチのスプラッシュで、まあ、ここにこういうさあのなんつ、はいはい、なんて言えばいいのかな、これ削ってないところですね。まあそうだね、そうそういうのをあえて残すことでちょっとトラッシーな音になってるんだよね。はいはいはい。でこれは昔ちゃんとスプラッシュとして使ってたんだけど、最近はあの俺ワンタムのこう普通にクラッシュが2枚でライドこっちっていう感じなんだけど、はい、こっち側のクラッシュこう右手側に来るさこうミディアムクラッシュみたいな18の、ね、そう18のクラッシュにこの10インチのスプラッシュを重ねると、なんとこうトラッシーなトラッシュシンバル、トラッシュ系、トラッシュ系とも言えるしチャイナとも言えるし、そうそう、そういうちょっとなんか俺のすごい好きな、なんだろうね、イメージとしてはさっきさトッシー君が言ってたセイビアンの大ゾーンみたいな、はい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 、あれのもうちょっと 重たい音みたいのになるというのを発見して、そう意外とこれがいいね。だからこれはなんだかんだ持ってく使って、そうで、さらに最近買ったのこれプレイテック今度はプレイテックの、ま、同じようにこの削ってない部分がある、はいはい、なんていうのこれ PAD シリーズっていうんだけどさ、それの8インチのスプラッシュ、なるほどなるほど、そう8インチのスプラッシュで、これは今俺もねアダプターっていうかさこの何あのスプラッシュ用のさ、はいはいはい、シンバルホルダーみたいなの持ってかないから、あの16のスプラッシュの上にこうやって逆にして重ねてスプラッシュとしても使うし、うんうんうん、それか逆にこうやって重ねてもいいよね、重ねちゃってもいい、 あんまりやったことないけど、うん、普通にスプラッシュとして音が結構使えるから普通にスプラッシュとして使ってます。でね、あとこれなんかあんま出番ないんだけど、っていうかあんま使ったことないんだけど、この Zen の8インチのスプラッシュね、でこれ昔買ったやつなんだけど、これ結構有名で、なんでかっていうと、ほらこれわかる、わかります、あの裏技っていうのでさ、あのもともとこういう状態で届くんだよ、はい、このシンバルも、でもこのシンバルあまりにも薄すぎて、うんってうんってやるとかってベコンってこう裏返ってチャイナスプラッシュのような音になるよっていう裏技がもういろんなとこで言われてるんだよね。昔ありましたよね、そのある種のライフハックみたいな。そうチャイナスプラッシュがこうすごい安く買えるぞっていうんで噂になったのをちょっと試してやってるって感じだから、これはね、うん、あんま使うことがよくわかんないまたちゃんと鳴らしてないから。でそういうねプレイテック全だからサウンドハウスの出してるシンバルがもう俺メインなんですよ。なるほど。これを創意工夫して自分のドラムセットに当てはめていくみたいな。でこの3枚があればまあ一応どうにかちょっと独特な音とか自分の好きな音を表現しつつやっていけるかなっていうんで、そうこれでトータル1万円くらい多分ね新品で買ってもトッシー君のやつものシンバル1枚分にも相当しない値段で俺のセットはこれ作れちゃいますよってことで、そう。で、あとまあスティックはね、スティックもね、実は俺最近はもうプレイテックのスティック使ってます。なるほど。もうあのスティックもね、結構どうでもよくなってきた。昔はもうなんかこだわりというかさ、なんか、うん、いろいろああいうのがいいのかな、こういうのがいいかなってさ、いろんなアーティストシリーズとか買ったりとかしてたんだけど、まあいかんせん俺は折ることが多かったの、当時ね、もう当時バキバキに折ってたの、だから買っては折るみたいなね、そういうのが多くて、でちょっともう力を抜きたいというかさ、うん、っていうかスティックにお金かけたくないっていうかさ、そういうのでこのプレイテックのあのね250円ですこれ、ワンセット、はいはいはい、ワンセット250円のスティックを使ってます。でね、もう材質がヒッコリーでもなく、オークでもなく、メイプルでもない。何の木かよくわからん。なるほど。とにかくね、そう、一番軽い。一番軽いの、これ。あの、どのスティックよりも一番軽い。へー。そうそうそう。で、もともと、その、大きな音を出すのが得意なタイプのドラマーなので、俺は。
まあ、だから一番軽いのを使ってもまあまあ普通の人と同じくらいの音は出るので、まあ、じゃあ別にいいんじゃないの、安いしみたいな感じでこれを使ってたんだけど、最近廃盤になってなるほど、なんでだよって、なんでだよっつうので、まあだからもう あんまりね、だスティックに関しては雑食なので、あと他にこう普通にビッグファースの 5A とか、あとこれ神田坊、はい、神田さんのあれですね、そう、有名な神田亮さんのシグネーチャーのドラムスティックとか使ってて、まあぶっちゃけこだわりは全然ないんだけど、まあ折れないから使ってます。なるほどなるほど勝手に折れないんで16インチだしね、これね。あとまあビッグファーストはバランスがいいからシンプルに使ってるんだけど、まあそろそろまたなんか自分がこうハマりだした頃のスティックとか使ってみようかなみたいなありますよね、戻るやつね。そうで、ね、まあ最近折んなくなったの俺スティックを。あ、最近全然折れなくなって、だってさ、そのさっき言ったさ、こうね、引っこりよりもメープルよりも軽いスティックがさ、これもう全然何回も使ってるけど折れないしさ、あっていうことは、まあ俺あんまスティック折んなくなったんだなっていうので、じゃあもうどれ使っても一緒だなっていうんで、ちょっとお金かけてもいいかなっていうんで、そうそう、また自分のいろんなスティック買ってみよう、好きなやつ買ってみようかなって感じで考えてるけど、基本スティックはそんなこだわりないです。で、もう今日持ってきてないんだけど、スネアも4、5個持ってます、家に、うんうん、あるんだけど、なんかレビュー用とか、うん、あとは、まあメインでお気に入りのやつは1個あったりするんだけど、パールの、なんだっけ、クラシックカスタムだっけ、はいはいはい、はい、そう、単板のね、メープル、ワンピースメープルですか、そう、ワンピースメープルっていう、そう、あれの音がすごい好きで使ってたりするんだけど、まあでも絶対持ってきたいかっていうとそうでもなくて、うん、まあ持ってかなくてもその場のあるスネアをちょっといい感じにチューニングして叩けばいいかなっていうふうに思ったりもするので、あんまりこだわりはないです。だから持っていかなくてもいい、持ってってもいい。なんでかっていうと、ギタリストにとっての歪みエフェクターだと思う、ベーシストにとってのプリアンプだと思う、ドラマーにとってのスネアって。なるほど。ね、マーシャルがあるじゃん、ね、マーシャルがさ、わざわざあってマーシャルからめっちゃいい音出るけど、自分の音が欲しいから歪みエフェクター持ってくるでしょ。でもマーシャルでもいいわけじゃん。そうっすよね、はいはいはい、ギタリストは。でベーシストはアンペグがあるでしょ。どこに行ったってアンペグがあってさ、アンペグの音だってめちゃめちゃ良くてさ、ね、アンペグで十分な音が出るはずだからみんなプリアンプ持ってくじゃん、うんうんうん、でも実際アンペグだけあればいいってさ、音的に言えばね、そういう意味合いだと思う、スネアを持ってくって、ドラマにとってのスネアって。だからあってもいいし、なくてもいい。あれば自分の個性を出すっていうのにすごい役に立つけど、ないことでこう何かこう演奏に支障が出ることはないだろうなっていう個人的な考えで、まあ、スネアは持ってきたり持ってこなかったり、今日はなんか荷物が多いからやめたって、それくらいのノリで。で、あとペダルも、俺はね、DW の9000を使ってます。で、9000を使ってるんだけど、この家に俺電子ドラムがあって、 ATV の A ドラムスっていうのをさ使ってるんだけど、もうドラムセットみたいなさ、電子ドラムなんだよね、ドラムセットみたいな電子ドラムを使ってるんだけど、もうそこにさツインペダルでガッて組み込んじゃってるわけで、それを毎回ツインペダルから外して、ケースに入れて、持ってってとかって、で練習終わった後、まあ、じゃあもう持って帰って付け替えて、もうこれがめんどくさいとこれがめんどくさい、もうこれで嫌になるから持ってきてない。もうね。で、だもし俺がそのどうしてもペダル持ってきたいっていうなら、別でもう一個9000買う。もう、外出し用に9000買う。で、なんでかっていうと、電子ドラムのこの跳ね返りと生ドラムの跳ね返りって違うわけ。絶対違うわけ。だから、電子ドラム用のにセッティングした DW の9000のペダルを生ドラムのスタジオに持ってって、また調整し直すとこれがダメになる。もうめんどくさい。無駄だから、じゃあもう外出し用に9000とか買うかって話だから、ね、まあ、そこまでなんかお金かける必要あるかなっていう今自分の中では思ってるから、もう買ってないし、でなんなら外にある置いてあるペダルであんま不足しなくなった最近、うんうんうん、そう、最近はもうどのペダルでもなんとなしにある程度自分の体が合わせられるようになってきたというか、そうそう、それで、あ、じゃあ別にいいかなみたいな、そういう感じになってきたんで、ペダルもあんまこだわってないです。なるほどなるほど、うん、ただ自分のペダルがあればもっと踏みやすいのにとかあるよ、それは、うん、そのペダル、やっぱり安いペダルだって、まあ、安いというかあんま調整されてないペダルとかの限界は感じるけど、はいはいはい、でもそんな超絶プレイするわけでもなければ
あの普通のねドッタンドドタンとかって打つ分には全く問題ないので、そう自分の体がようやくねそこら辺に合わせられるようになってきて、機材のせいにできなく、まあ、しなくなってきたの自分の体がね。昔はなんかうまくやれないと機材のせいにしてた。もうこのペダルなんだよ、このスタジオのペダルじゃダメじゃねえかって、やっぱ自分のペダルじゃないとダメだ、畜生とかって言って自分のペダルを買い漁ってる時期もあったんだけど、もう最近はそれがなくなってきた。まあもしかしたら自分が多少ね、多少上手くなったのかもしれない、そういう意味で、そういう意味でいいね。まあだからまあまあまあそんな感じでペダルもあってもなくてもいいかなと。なるほど、うん、あるに越したことはない。スネアもね、ペダルもあるに越したことはないけど、なくても問題ないなっていう風に感じて、今俺はそういう感じで、あのもう一回出すけど、これで、これで十分です。これで。ね、これでもう十分やっていけるようになりました。そう、そんな感じに、機材中じゃない人がね、なっていくんですよ。これまあ、何が一番いいってさ、もう、とにかく荷物が軽いことだよね。いや、まあ、でかいですよね、正直ね。もうさ、荷物重いとさ、足が疲れるじゃん。足が疲れてさ、でペダルがなんかうまく踏められるとかすごい嫌じゃん。それでそうそう、なんか荷物軽い方がいいなとかって最近思ったりはするんだけど、まあまあまあそんな感じですね。なるほどなるほど。機材に関してはね、あの多分どっちが正解ともないと思うね。あのトシ君とね、俺がもう全く違うじゃん。はいはいはい、全く違うね。もう安、俺は安シンバルでいいし、安スティックでいいし、もう安機材で、ね、ありものの機材で何でもいいなってなってるけど、はいはい、でもその音にこだわることに関して言えば、やっぱトシ君のが圧倒的にこだわってるわけ で、音にこだわるのが悪いのかって言ったら、ドラマーからしたら絶対それ必要なわけじゃん、ね、自分の表現としてそれが必要だからさ、うん、使ってるわけで。そうだ、俺はある意味こうなんだろうな、平均点超えればいいかなっていう考え。なるほどね。そうそう、もう俺はもう環境によっても音が変わったり物が変わるのはしょうがないなって、もうある意味割り切っちゃってて、 そこを自分の 100% に近づけるために機材を買っていく持っていくじゃなくて、まあまあとにかく素振り工夫して70点くらい出ればいいかな。なるほどなるほど。そうそう、あの音に関してはね、音は70点だけど、まあ、プレイで頑張って100点目指そうみたいな風にすればいいんじゃないかなみたいな風に、まあ、思っちゃってるんだけど、まあ、でもそのトッシングとか諦めないわけじゃん。そこでやっぱなるべくもう自分のセットをしっかり使って100点を目指したいわけじゃん。はいはい、そうそう、その考えがまあ素晴らしいなって、そこに対してあの俺は何もなんだろう悪い風には思ってないというか、もうさすがだなと、そこに関して情熱をね、持ってってのすごいなって。なんだっけ、ね、初めてさトッシー君と会った時にさ、あの一緒にいて話したけどさ、2人とも機材中なわけじゃん。もうそうですね、めちゃめちゃ機材中なわけじゃん。もうドラムセットダガーンっていうのをさ毎回持っていくわけでしょ。だからそれがすごいよな、その気合が。あーやっぱドラマー、まあ、ドラマーのあるべき姿だよなって逆に思うし、俺からしたら。そうだ、羨ましいなと思いながら、ちょっと俺はもうなんかめんどくさいが勝っちゃってダメなんだけど、でもそれ機材、自分の機材持ってることに対して素晴らしいなっていうふうに俺は常々思ってますっていうのが伝わればいいかなと。うん、そんな感じですね。なるほど。うん、確かにそうですよね。なんかドラマーでその機材持ってく持ってかないっていうのはやっぱり本当に二極化する話だと思うので、うんうんうん、確かに。そう、なんか僕なんかの意見だと、うん、あれなんですよ、なんだろうな、なんつったらいいんだろう、エフェクターボードを持ってかないみたいな。あ、本当にさっき話してたマーシャルがあるからいいでしょっていう、はい、うんうん、逆にはなんかバンドに関してもそのこれは勝手にこじらしてるだけの意見なんですけど、うん、ベーシストとかギタリストそこまでやってんだからドラマもそれぐらいやろうぜっていう、あ、そうそう、誠意を見せよう的な部分も若干あって。ああ、なるほどね。あ、その自分がバンドのそのバンドのドラマーであるってことに対して責任を持ってるっていうことを出すためね、こう表すために機材をいっぱい使ってるっていうのもある。それは正直ちょっとはあります。あ、うん、あ、なるほどね。なんかだから他の人も当然やってるんだからっていう、うんうんうん、だから正直そのやっぱお金のかかり方とかは、うん、まあ多分こだわっちゃえばギターとかよりかかると思うんですよ、うんうんうん、だけどね、そのなんか、まあ、それはなんかどのレベルまでこだわるかは置いといても、うん、例えばスティックだけでもいいにしろ何にしろそのやっぱまあそういうところこだわるのがある種の誠意ではあるのかなみたいなところは僕はあったりします、ね、なるほどなるほどなるほど。そうだね、確かに確かに。まあね、バンドのドラマーが毎回ね同じ音を出してればね、
それはバンドの表現として、うん、やっぱ安定するというかね、うんうん、一定なわけでね、それは重要ですわな、すごいね、確かに確かに素晴らしいですね。まあそんな感じでね、こうちょっとお互いのセッティングに関して今回話したんですけどまあだ次回は実際にそのさっき言ったセッティングをやってみて、もうセッティングに対してのドラマーってこだわりあるから、そうですね、間違いないですね。そうそうそう、そこもちょっと話せたらいいな、すげえマニアックな内容だと思うんだけどまあでも面白いと思うんで、ちょっとぜひぜひ見てもらえればと思います。はい、そんな感じで今日はねちょっと喋るだけで終わっちゃったんだけど、次回はがっつり叩いていきますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまた、さよなら。さよなら。